くれたから辞書教えて辞書みんなでいろんな席回って書いていくみたいな、なんかたくさん書きたいみたいな、そう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 20人書くんだとか言って、うん、お家に帰って、でも書き始めたらめんどくさくなってくる、めっちゃめんどくさい住所書く作業がめんどくさい、え、そう、うん、最初書き方分かんなかったし、確かに年賀状手書き、いや、あのローソンとかで売ってるやつ、うん、裏買うやつ、中学生の頃とかそれにプリクラ貼ってました。あ、そうそうそう、プリクラ貼ったり、まあ、自分で文字足したり、そう、なんかシール貼ったり、文字は絶対書く、うん、かな、そうね、今年来るのかな、ね、去年来たっけ悲しい、なんか年々減っていきますよね、 LINE になるから、そう、 LINE 重視、LINE もそんな来ないけどね、メンバーくらいだよ、秋山のことやろうなんてやってるの、あの本当にあの中学校とかの友達とかもう連絡取らないの、確かに全く、高校の人も取らないの、一人だけ LINE とか変えるともっとそうですよね、いや変えてないの、それが、そう、ずっとこれ携帯にしてから3代目なのね、うん、一回も変えてない、ずっと同じなの、そう、え、友達は結構いるの、まあ、高校の友達、中学の友達はいるんだけど、うん、連絡は全く取らない、え、もう、え、あの、え、ごめんね、消していいかななんか、いすぎて、同じ名前の人とかもいて、もう分かんないの、成人式割れたとこ行きたくないからな、行きましょうよ、え、本当に成人式、なんか友達をちょっと整理したいんだよね、正直、あー、まあ、それはあるかもしれない、あ、劇場にね、ぜひ年賀状ください、私多分来ないからプライベートで、はい、ぜひ送ってください、うん、え、なに、アイドルだから気を使ってるので、いや全くないないない、そんなことない、あの高校の人はあるかもね、なんかもう広まってたから、入る前から、でもなんか気使われません、使われた、なんか入ってからなんかお友達がめっちゃ気使うようになって、本当、そう、なんか誘われないみたいな、なんかよく誘ってくれた子が、え、それのこの日、ね、そうそう、忙しい、忙しいよねみたいな感じで誘ってくれないから、割と家にいる、ね、割と今言いたくないけど、あまりこの時期いるんだよねみたいな、そう、なんかもうめちゃめちゃ光る見たい、イエーイ、でも本当に気を使ってるわけではなさそう、そう、中学の友達とかも入ってから割と普通に仲良かった子いるし、うん、あ、違う、中学ね、みんなまだ携帯持ってなかったの、あ、そう、それはある、で、しか卒業式行ってもう誰とも連絡先交換せずにすぐ帰っちゃったから、うん、連絡先知らない人も多いな、確かに、でも私はあの暑さ、あとなんか風あるないとかでも結構変わるしね、うん、太陽かな、首の周り汗かきそう、かきません、うわ、今夜から積もるって、また、また雪合戦しようよ、寒すぎて、やっぱ住んでる人からしてそうなるんです、ね、本当にもう出れないの、家から暖房から冷気出てくんだよ、あれ寒すぎて、あれするんですか、雪かき、あ、そう、それそれそれ、するしてみたい、なんでしたい、まあ、これきっとね、なんか雪降る国と降らないところの違いよね、いやー、いやー、1日 2,3 回してみ、しんどいから、やば、え、家出るじゃないですか、玄関、そうそうそう、玄関全部これですか、そうね、もう玄関ちょっとなんか屋根あるところがあって、うん、そこにもスコップ置いといて朝起き仕事行く前とかに雪かきして、雪かきしないと出れないみたいな、いや多分出れるんだけどハマっちゃったりするから、ハマりたい、だからなんか雪かきとりあえず道作ってして、で、まあお昼とかにも一回して、それ日傘してるんですか、いや日傘そんなしない、あ、まあする時もあるけど、で仕事から帰ってくる前に、うん、あの車が入れるようにもう一回雪かきして、で多い時はそうする、もう今はまだ1回で全然済んでるけど、1回かまあもしくは2回、いや雪かきしてみたい、
しそう。いや昔は楽しかったよ。あ、やっぱ滑り台作って雪だるま作ってみたいな。そう、あのなんか鎌倉も作ったし。確かに絵日記描けそう。え、そう。めっちゃもうなんかね、帰ってきたら友達とめちゃめちゃ遊んでたもん。いやー、手袋して、雪にダイブして、なんかもうスキーのね服みたいな着るのよ。もうあ、スキーします？いや、しないんだけど、遊ぶ時に全くスキーしないのにスキーの服みたいな、もう完全そう防寒って言ってびっちゃびちゃになって帰ってくるだからもう玄関入った瞬間、はい、そこで脱いで、そこで脱いで、あるある。いいな。かはね、スノボもスキーもできません。スキーはなんかかろうじて普通のところは滑れるかなみたいな。すごい。全然すごい、へったくそだった。1回しかしたくないもん。行かないかな。私も1回だけあります、うん、全然できなかったけどめっちゃこけたしかもなんか遠くに滑りすぎて、おおみたいな。しかね、ちょっと周りにぶつかっちゃったから迷惑なんか並んでるところに私も突っ込みました。え、そう、おーって。しかもなんか違うの、これ言い訳があって、本当にあのスキー教室で、ね、1回やったの、うんうん、その時に止まり方を初めに教えてくれなかったの。え、なんかとりあえず雪の登る時はちょっとあのスキーのね、なんか板を怪しい横にして登ってくださいねから始まって、滑りはこうやって滑るんですよってなって、こう登ってる時点でもう滑りそうなのって言って落ちてて、すいませんって言って私もわかる、めっちゃわかる。止まり方さっき教えてください、止まり方。でもあれちゃんと止まれないですよね。うん、まあ滑る、だから原則だよね、言ってた。うん、そう。え、なんか普通にバーって滑ってて、こっちに人がいっぱい並んでたんですね。突っ込んでしまって、どいて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 、知らない人に言ってました、どいて危ないって。いや、もうひかもう本当にめちゃめちゃ謝罪した、本当ごめんなさい、本当ごめんなさい、ごめんなさいって謝るしかできない。いや、しかも全く知らない人知らないのそう、楽しいけど難しい、好き、うん、でもできたらかっこいい、ね、うん、スノボとかできるようになりたい。かっこよくないですかね。そう、しかもね、スキーよりスノボしたい派だったんだよね。でもなんかスキー教室しかしてなくって、その時スキー教室、そう、なんか小学校でなんか5年生になったら1回開催されるの。すごい、いいね。アイドルにぶつかられたら、ごめん、アイドルになってなかったから、その頃まで。確かに。ねえ、見て、ここさ、皮むけたの。なんで？わかんない。あ、でも私もなんか鼻むけたことあります。そう、なんか乾燥かなと思ってたんだけど、なんか違うっぽくて、めっちゃ赤くなって、痛いの。え、乾燥じゃないですか。もうなんかもうさ、この年になるとさ、あと残っちゃうからやめてほしいんだよ。わかる。なんか皮むけたの、ポンポン、皮むけた、赤くなっちゃった。この年ってまだ若いでしょって言うじゃん。でもさ、もうさ、高校生の頃みたいな元気はないのよもうね、あの腰と膝とね、やばいやばいやばい、するのよやばいやばい、まだ元気。え、最近さ、反り腰がひどくて本当にね、うん、腰が痛くて痛くて、もう私もそれ長時間経ってると思うね、痛くて。わかる、青ってなる、わかる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 、わかる、めっちゃわかる。だから昨日もね、なんかカレンちゃんにね教えてもらったの、うん、これしたら反り腰じゃなくなるみたいな、うん、教えてもらって、お布団の中でずっとそれしてたの。振り返って膝抱えて、そうすると、うん、なんかちゃんと全部つくようになるみたいな、そうそうそう、形になって、うん、そう、それをね、ずっとお布団の中で上向けながら、すぐ治んないからちょっとあれですよね。そう、お年玉もらえる？もらいます。え、もらえる？いや、もらいます熱っしかもあげるから。え？今年からいとこにあげるから。あげるの？6歳下にいとこいるの。え、6歳下、中1、12歳、
12、やつさん中1かな今。12歳にあげるんですか18歳は。そう、あげなくていい、あげなくていい。待って、いやいやいや、すごい怖い。子供だからまだ、うん、だってあげるよ、なんでなんでなんであげようと思ったの。いや、社会人だし一応、うん、えらい、そう、かわいいとこだから、えらいえらいえらい。そう、去年はちょっとあげられなかったから、うん、そう、ちょっと来年、ね、13個下ぐらいにいますよ。いとこ、うん、えぇ、ー、小1ぐらい。かわいいじゃん、あげなよ。あげませんよ。あげない、あげない、まだ子供。あげます、あげません、もらいます。しかももらう年じゃないから。待って、私の方がもらう年じゃない。そうだわ。でも普通に私おじいちゃんくれるんですよね。おー、いいじゃん。そう、おばあちゃんからもらってんの。でもなんなら電話でいつ取りに来るとか言われますよ。あー、しかね、おばあちゃんの家あんまり行かないからだね。うん、いや、送られてくるんです。うん、なんか家にあのお母さん側のおばあちゃん一緒に住んでるの。そう、だからそっちのおばあちゃんからもらうけど、お父さん側のところに行かないから。へえ、でもまあ別にって感じ。そう、でまあ行ったらお小遣いはくれるし。あ、くれるよね。好き、ありがとうございます。ありがとうございます。うん、いや、ほんと敬語とタメ口ミックスになっちゃう。本当にタメ口で全然いいよ、違和感なかったから。めっちゃミックスになります。いいよ。まあなんか、たまにわかんないんですよね。なんかたまにわかんなくなる、敬語で喋ってても。なんかあの、え、ここ敬語で喋るってめっちゃ硬くないみたいな。え、そう、なんか絶対変なことなんだろみたいな、あるよね。タメ口になっちゃう。え、全然いいよ。ひかね、むしろタメ口の方が。そうなんだ。うん、そう、福田の方がっつりタメ口だし。え、いつも？うん。ひかちゃんって呼んでますよね。あ、そうそうそう。なんか珍しい呼び方。確かに。ひかちゃんって呼ばれること基本的にないから。なんて呼ばれたら嬉しいですか？え、なんでもいいよ。ひかちゃん可愛い。いないのはまあひかる。ひかるは無理。ひかるは無理ですよ。ひかるかひかか。ひかちゃんか。ひかっていないんですか。いや、ひかもあんまりいない。ね、自分がひかって言ってるからか。あ、そう、ひかって言ってるのもあるし、ミッサーとかがひかって呼んだりするかな。ひかって。え、ひかってなんかすごい変な感じするね、自分で言うと。言ってるんだけどさ、話の中で。一番なんか呼ばれてそうなの。まあ親にはひかかひかるだね。うん。まあ、光るのがでも圧倒的に多い。確かに。みんなでもそうだよね。確かに。光るって言ってるけど。光るんとか、あとはさやりんとかだともうなんか言いやすいじゃん、そっちの方が。うん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 。だからそっちで定着しちゃう。確かに。うん。光るっていうのはもうほぼほぼ呼ばれない。ゆいりさん、チーム4の今のキャプテンくらい。光るって呼ぶの。めっちゃ嬉しいの。嬉しいですね。友達にもね、ひかるって呼ばれたことないから。友達はひかしか言わないから。あ、ひかってかわいい。ひらもん、ひらもん。待って、初めて聞いた。なんか混ざってない、空もんと。テカルン。テカルンはね、もうね、なんでテカルン。私ね、おでこ出してたのすごい。あ、そういうこと。分けてて髪の毛、うんうんうん、おでこ出してて、でめっちゃおでこ広いのね、うんうん、でなんか結構電気で照らされてとかあったから。あ、そういうことか。そう、テカルン、テカってる。ハッツから言い出したのよ、ハッツから。テカルンって。へ、そう、ナナさんもヒカルって呼んでたけど今ヒカルンかな。なんか結構分かれてる気がする。日によってって言うとあれだけど、うん、なんかまああるある。そう、場合によってちょっと、うんうんうん、じいちゃんはひ
ひかちゃんって呼んでるけど、あ、ファンの方にもいますね。へえー、ひかちゃん。ひかちゃんって呼ぶ人。ひかちゃん。うん、まあひかるんか、まあてかるんか、ひかちゃん。ファンの方？うん。この。てかるんもいるんだ。てかるんもいるよ。うん。てかるんって呼ばれてどういうあれですか？どういう。もうスルー。もうスルー機能が備わったから。嬉しくはないですよね。いや普通。もうなんか言い慣れちゃ、あの言われすぎて、あもう慣れたみたいな。そう、ハツも割と言うし、テカルンテカルンって今でも言うし、なんかうん何普通反応しちゃう。慣れてるんだ。慣れたね。ヒカルン、ヒカちゃん可愛いな。いいよヒカちゃんで。太めの真似しな。可愛い。彼も大人になったね。大人になった。中学生だったもん入った時。中何で入りました？中2かな。6年目なの。6年目そう。え割といるの。6年目やば。え結構やば。3倍ぐらい活動してた。あ、そうそんなに離れてたっけ。ですね。私今3年目ですもん。2年、待て、11、12。確かにこの前あの日向が2年経ちました。お披露目から2年って言ってます。2年2ヶ月です。じゃあ 2倍くらい違う。2倍違う。6年目です。6年目。6年目か。目、あ、2倍以上。2倍か。いやあ、すごい。6年目すごい。あの時はね、ちっちゃかったね。ちっちゃかったって身長そんな変わってないんだけどさ。そんなっていうか、もう変わってないよね、身長ね。そう、変わってない。え、そんなに。え、じゃあサイリンさんもか。そう、サイリンもだね。え、すごっ。中2。中2だった。すごい。え、大変そう、中2とか。いや割と中学生からの方がまだいい。うん、うん、確かに義務教育だし。そうそうそう、仕事優先でやってたし。期間、うん、あの学校にも言って仕事の日休みますって。うん、なんか全然行ってない月とかあったよ。やばい。でも中学校の勉強って意外と難しくないですか？なんか中3の最後とか分かんなかったから受験勉強しなかった。まあ、はい、あのしなくても、まあ、私立とかだったら入りやすいところもあったから、うん、なんかそういうそっちの方面。確かに数学と理科は難しかったな。数学嫌い。いや本当に嫌い。嫌い。もうダメ。じゃあ英語できないの？数学と英語でも英語はね、もう全く理解ができなかった。私は、私なんか英語別できないのに英語のテストの点良かったんです。あるよね。それしかも国語できたもん。国語、国語一番良かった。私国語できない。勉強しなくてもそれなりに取れた。やば。国語か。国語なんかあの文章問題嫌なんですよね。読むのだろう。え、ヒカはね、もう問題から読むから。問題読んで、あ、このあたりから。そうそうそう、私も問題から読む。そう、問題から読んで、なんか、あ、ここ辺かなみたいなとこだけ読むみたいな。そう、英語はなんかもう文法が全くできなかった。なんか何言ってるか分かんなくて、先生が。英語はなんか得意とかじゃなくて普通に楽しかったから。あ、そういいね。なんかできるようになりたいみたいな。あ、できたらかっこいいですね。そう、できたらかっこいいなぐらいのあれでやってたら。そう、ね、教える先生にもよるよね。確かに。やっぱりか、あの、うん、副教科の方が好きだったから。美術とか体育とか好きそう。私も体育好き。体育大好きだった。あと美術、音楽。音楽はもう成績悪かったから。音楽いいよ。リコーダーは得意じゃない。楽器全くできないの。リコーダーテストはありませんでした。あった。で、1人ずつ並んで。え、でもね、人前であの先生と1対1で歌ってくださいもあったし。歌ってください。そう、違う教室、まあ、2つね、音楽教室あって、1つにみんな集まってて、うん、で先生がこっちにいて、あ、順番にてください。あ、中学校の頃ありました。なんかピ
ピアノ弾いて先生が。え、そうそうそう。やだと思って。はい、ここを歌ってくださいみたいな。何それ？やってました。あ、初見さんフォローありがとうございます。そうそう、本当にオーディションみたいに1対1でやるんです。ねえ、懐かしい。オーディションみたいに緊張はしないけど、うん、うん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 、確かに音楽懐かしいわ。懐かしい。あと何やったっけ。文化発表会楽しかったの。文化発表会、文化祭じゃなくて。ああ、文化祭、そう、音楽発表会とか。そうそうそう、楽しかった。文化祭、そうそうだな、楽しかったな。文化祭そんなだったんだよね。なんか別にそんな合唱コンクールとか、うん、いや好きじゃなかった。え、めっちゃ楽しかった。めっちゃ楽しかった。みんなで、あの、帰る前に、帰りの会の前に練習してみたいな。もう私はもう真っ先に帰りたいタイプだから帰らせてくださいっていうタイプ。楽しかった。なんか青春、今思えば。なんかレッスン場とか延々いるんだけどさ、うん、なんか学校は本当に早く帰りたかった。ダメだった。楽しかったな。文化祭もなんか買え、なんか物買えるけど、その、うん、食べ物とかが売ってるわけではなくて、うん、食べ物っていうか、そうそう、中学校なんか、うん、バザーみたいな。あ、わかる。バザーとプラスちょっと野菜とかだったから、うん、なんかあるじゃん、学校によっては食べ物売ってるよとか、うん、自由に買ってとかあるじゃん。全くなくて。そうで、なんか途中お昼過ぎからかな、うん、なんか体育館に集まってなんか見るんだけど、それもなんか、うん、もう勉強の一環みたいな、なんかその論文みたいな、論文っていうか、そのなんか作文みたいなのを選ばれた人が前で発表して誰がいいか決めましょうみたいな、なんか、いやいや、そんなんじゃない、求めてるのそういうのじゃないよと思って。あったわ、あったあった。違うんですよ。そう、模擬店なかったの。え、模擬店高校、え、中学校なかった。中学校はバザーだけ。あ、でもね、結構いいものも売ってたりする。みんなの持ち寄りだけど、結局バザーなんて。なんかルクルーゼ知ってる？なんかっていう結構ちゃんとしたお店の、なんかお鍋とか扱ってるところの、うん、そう、それのちっちゃいサイズの、なんかお菓子作りとかに使える、うん、あのお皿売ってて、め、結構本当にいい値段するのね。すごい、いい値段するのを。しかもバザー安いですよね。そう、もう100円200円で売ってるの、うん、からそれ1回買ったことある。それだけすごい。50円とかでいろいろ売ってますよね。20円とかで。毎年なんかリンゴジュースがすごい大盛況だった。なんか瓶のリンゴジュースが何時かに1回出るのね。でそれが多分2回かな、日に。リンゴジュース入れるんですか、石川。全然有名じゃないんだけど、安いからみんな OK。 本当にこんな瓶のやつなのね。しないんですか。 いくらだったんだろうね。わかんない。でももう、あの、男子がこぞって出た瞬間、あれ大変な。そう、真面目でしょ。真面目だったの、本当に。これ、なんか石川の人の特徴？これ、もしかして。楽しそう。いや、修学旅行もね、楽しかったんだけど、最終日ね、なんか企業見学いや、わかるよ。もし必要なのはわかるんだ。わかるんだけど、修学旅行で持ってくるかな。修学旅行なんか行きますよね。なんか地震の勉強みたいな。そう、あれいいな。必要な、なんかこれから学ばなきゃいけないのはわかるの。わかるんだけど、修学旅行に、そう、持ってくるべきものではない。そう。10% 表示。2%。そう、あのバンド演奏とかでしょ。 OK だったんでしょ。なかった、なかった。あ、バンド演奏、なんかまずそういう部活とかもなかったから。なかった。なんか合唱くらいでね。合唱部、うん、合唱部あ、吹奏楽、うん、あ、確かに。私もすごかったけどね、吹奏楽のは。確かに中学校はね、真面目だよね、うん、そういうの。修学旅行はディズニー行って、
なんか自由に回ってる時間もあって、ディズニーか。でもね、うん、半日も遊んでない。え、早っ、うん、え、そう、みんなブーブー言ってた。だからえディズニーでそんなち、え、何時間、みたいな。あ、でも確かに私たちも11時から、いや10時とか11時から5時とか。え、そうそうそう、うん、待ってっていう、足りない普通に。だって1日でも足りないんだもん、ディズニーなんか。うん、そう、だからそう、せめて1日だよね1日ないと回れないし、乗り物乗れない。まあ楽しかったけど、なんかそこはちょっとね、なんかね、うん、先生なんでそんな少ないなって。卒業遠足、ディズニーだって遠足だって、やば、やばくないですか、うん、遠足、初耳、遠足、遠足っていう距離じゃないちょっと待って、遠足でディズニーってやば、遠足にお金かかってるやん。すごい楽しそう、ね、距離的にもう旅行だし、ディズニー行くとして、うん、え、だって遠足ってだって歩いていくもんじゃない、うん、まあバスか、ですよね、バスか歩きか電車。ひかの遠足、小学校の頃はね、公園行ったよ。うん、公園行った公園とかなんか歴史みたいな感じの。あ、そうそうそう、やつ行ったりしてたな。アトラクションはだってディズニーで、うん、タワーオブテラーと C だけど、レイジングスピリッツ好きです。 C ね、あの小1の時に行ったっきり行ってないからな。ランドは行ったんだけど。ランド派ですか。いや、キャラクターは C なの。あー、わかる、わかりました。アトラクションはね、そうね、ランドかもしれない。ランド、ランドのアトラクション、ビッグサンダーマウンテン。あー、好き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 、絶叫系ほんとに楽しい。めっちゃ好きです。好き。スペースマウンテンはどっちですか。ランド、ランド、あー好き。あれだよね、暗いのがめっちゃ出てる、ね、うん、めっちゃ好き、あれ好き。でもアトラクション C の方がなんか絶叫いい気がする。あー確かに、から好き、うん、でも確かになんかディズニー行ってる人で、うん、結構キャラクターは C だけどアトラクションはランドだねっていう人多くない、うん、分かれる。確かに、やっぱ分かれるよね。モンスターズインクね、なんかいつも乗りたいんだけどね、なんだか、そう、乗れないの。モンスターズインク乗った気がする、うん、まあ、ちょっとみんなに、はい、お知らせ忘れてた。はい、これが届きましたこれが届きました、平野です、 JTB さん。あーずっと入ってたね。どこでも行けるやつ、どこでも行けるやつ、すごい、見たい、うん、忘れてた、これ言おうと思ってずっと入ってたんだけど、こんなやつ、 JTB 旅行、ナイストリップ、すごい、皆さんありがとうございます、本当に。え、これここ見せていいもんだったのかありがとうございました、本当に、ね、もうどこ行くか全然決めてないし、なんかどうやって使うのかも未だちょっと分かっていない状況なんですけれども、確かに確かに、はい、まあちょっとどっか行くのに使わせていただきますね。本当にありがとうございます。トイストーリーいいね。思い出してよかった、もうずっとイレッパだったんだよ、リュック。偉い、もうリュックパンパンよ。なんかその立ち位置の資料いっぱい入りすぎて、ねえ、そう、なんか立ち位置の資料って日に日に増えていくじゃないですか。なんか、え、こんなに自分を覚えたのって、すごいよね、結構、うん、思う、めっちゃ。ランド行ったらチュロスを毎回食べる。あー、美味しいですよね、チュロス。いいね、しかもチュロス食べて、食べた、好き。チュロスとなんかパオズみたいな、なんかパオズ、あれ手のやつって、あ、あ、体型、え、ポーズだっけあれ、なんだっけ名前みたいな名前だった気がしたんだけど、うん、お、25分になったらちょっとランキング読んで終わりますね、うん、え、待って、ここからさ、うん、何分でいける？20分あればいける？
うん、いけると思う。あ、じゃあ30分になったらランキングも2、30分、うん、いけるかな。大丈夫、私の足ならいけるさ。いけると信じる。キャリー持ってるんだよね。え、どうしよう、置いていこうかな。ここに置いていきますね。うん、なんかこのあと一回ちょっと姉ちゃんと会わなきゃいけないし、なんかその時間まで、うん、なんかいつ終わるのかが分かんない。確かに。最後のスニーカー買ってないよ。なんかいつもね、ミニだけは行くの。うん、お店にね、プーマのスニーカー、ひかの好きなやつね、なんかミニだけは行くんだけど、結局お値段を見て諦める。あるある。プーマ高いよ。あるあるだ。私もナイキ欲しいけど、なんかナイキとかニューバランスの新しいの欲しいけど、めっちゃ毎回迷う、色とか、ね、迷いません、一回悩んだら。そう、めっちゃ迷う。そう、しかもめっちゃ私ね、優柔不断だから迷うんだ。そう、そう、厚底好き。私身長ちっちゃいからね、足短いから、少しでも長く見せようと思って頑張ってた。アトモス行ってないんです。アトモスピンク。姉ちゃん靴 23.5 って、24です。あ、結構大きいんだね、足。はい、何センチですか。23、 22.5 でもいける。え、ちっちゃー。え、待って、足これちょっとサイズ大きいやつかな。でもそれでも大きいもんね。そうだね、24です。これでね、大きいの大きいか、少し大きそう。1センチくらい幅あるかな。やばー。なんか最近あの足ちっちゃくなったのか、緩くて足ちっちゃいのかわいい。全然そう、ちょっと24センチですね。え、身長何センチ。150。157センチですか。厚底で、この靴のまま上がってたら、なんか絶対その靴の高さだけ上がるじゃないですか、うん、厚底じゃなくても、まあ、多少の厚みあるよね。そうで、なんか「え、靴のままですか？」って言ったら、なんかおじいちゃんおばあちゃん転ぶので靴のまま上がってもらってます。おじいちゃんおばあちゃんじゃないよ。全員靴のままで上がってもらってますって言われて、え、159センチって言われて。待って、やったー、伸びたーって。そう、え、2センチぐらい違うけど大丈夫ですかって。そう、めっちゃ面白かった。マジか。そう、多分2センチぐらいじゃあれ変わんないんですかね、薬の量。あ、じゃない、だからかな。マジで面白い。159って言われた、初めて、人生初。目標はね、155だったの。まあ、それでも低めじゃん、ちょっと。でも155かわいい。うん、届かなかった。確かに最初の目標は155だったけど、今160欲しいって思ってる。そう、しかもね、160だったんだけど、うん、もうどう考えても160には届かないわって思ったから155に下げたの。うん、やっぱ自分に近い数字を目指す、ね。それでも届かないってどういうこと？え？大丈夫。靴のまま身長測れば。めったにそのそれやらないよ。いけるいける。じゃあすごいごついやつ履いてこ、10センチくらい上げちゃおう。10センチ上げよう、上げちゃおう、上げちゃおう。そう、うん、急に伸びた。いや、惜しかったな、160って人生で一回ね言われてみたかったのに、159でした。いや、でもしか見た目大きく見えるって言われるからいいんだけど、うん、ま、そう、身長高く見えるって言われる。うんうん、え、どうなんだろう、見えてんのかな、そういう風に。こんにちは、どういう風に見える、立ってみてください。これちょっと厚く入ってみても高く見える。うん、一緒くらいに見えますね。少しだけあるよ、これ。あ、3、
まあ、そのくらいかな。なるほど。そう言われて嬉しかった。平均身長、平均身長っていくつ？え？今でも低そうじゃない？低い子結構多くない？150ない子も結構いるし。え、中学校の時とか、どこら辺でした？身長で前。一番前ではない。一番前ではないけど、まあ、3、4くらいだったね。毎回なんか私真ん中ら辺だったな。一番前、あの小学校の頃なら一番前になったこともあった。小学生の一番前は可愛くないですか？可愛い。これですよ。マイリー習え。こんにちは。小さい子好きって、確かに小さい子モテそう。いやでもきっとね、あ、小さくてもいいよっていう子もいるだろうけど、一回は多分身長高い人羨ましいなと思ったことあると思うよ。絶対あると思う。男性からしたらちっちゃい子かわいいって思うかもしれないけど、確かに女性からしたらもっと伸びたいって、絶対思ってる。まあ、高すぎると高すぎるで、なんかまたそれはシール履けないとか、ね、そう、なんか悩みとかもあったりするのかもしれないけど、まあわかんないよ。でもね、なんか身長高いとやっぱりそれだけでスタイルよく見えるから、いや本当にそう、羨ましい。身長いいですよね。守りたくなるらしい。守ってこんにちは。ねえ、瀬野順だって。瀬野順懐かしい。瀬野順か。マンマはスタイルいいね、あの子。本当に足長い。どうやったらあんな足長い子できるのっていうくらい足長いと思う。すごい。170とかありますよね。そうだからね、パンツ履いてるの見るとさすがだなって思うんだよね。衣装とかでも結構パンツ履いてること多かったりするんだけど、そういうの見ると確かにうわーって思う。パンツ衣装の先輩綺麗に見える。メイクで一番小さい子はやっぱりハムちゃんかな。なぎちゃん何センチ？なぎささん、キャンちゃんは150って言ってたこの前。なるさん152って言ってましたよ。で多分浜ちゃんが150ないのかな。なぎささん何センチだろう。なぎちゃんでも150あるんだか。ありそうじゃない。あ、なぎちゃんが一番ちっちゃいって言ってるわ。でも何センチ、何センチ、なぎちゃん凪ちゃんかハムちゃんかで分かれて、何センチだろう。でも調べられないんだよね。お、149だって凪ちゃん。おお。ハムちゃんもうちょっとちっちゃい気がする。身長148。え、凪ちゃん153って言ってる人もいるけど。え、え、待って待って、何センチなの。凪沙さん何センチですか。高校になったら出席番号順。あるあるだわ。確かに、高校はそんな、だって身長をそんな重視されてもって話じゃない。もういい年だから。出席番号だね。そんな話。ヒカルは153ですね今多分。なぎちゃんをハマちゃんが追い越したってこと。なぎちゃんはヒカと同じぐらいじゃなかったか。しかもね、その印象があった。150ちょいか150くらい、あんまりピョンちゃんとかもないくらいだった気がしたんだけど。ってことは浜ちゃんかな。なぎちゃんにでも149だって。かわいい。公式は 149.8 だって。細かいね。刻む。でも150。浜ちゃんかな、なぎささん。ハマちゃんは
公式何センチ？何言っちゃう？うん。どうしたの？あ、あ、どうしようかね。さっきの通知が面白い。いいタイミングできたね。めっちゃいいタイミングで。もうちょっと始まるから。本当だよ。ちょうだい。あ、本当そういうことだね、本当に。確かに。あ、本当だ。え、どうしよう。しかもどうしようかな。荷物が少ない方がいいよな。いや、そう。キャリー持ってったら邪魔だよね。はあ。どうしよう。ハマちゃん公式では148.5。うん。じゃあハマちゃんですね。そうなんだ。マシロちゃんに会った？会いました。そのまま帰りたい可能性もあるんだよね。うん。いやでもさ、言うて長くても3時間だよね。そんなんある？待って、3時間って16時まで。16時までですよね。いや、待って、あ、君は微妙だよ、すごい。無理ですよね。だ、多めに見て3時間やとして、え、ってなったら全然、え、ちょっと待って、あ、そうそう、戻ってくる時間あるな。うん、うん、無理ですね。それをじゃあ何と言うか。え、けど、けどそこまでの時間、あの、その、ね、少しでもいいから見てよ。うん。みたいなね。ありますよね。どうかな。そうですよね。そうですよね。こんにちは。そうですよね。そうだな。ほんの1時間でも。笑っちゃう。ちょっとキャリー置いてこう。キャリー置いてった後に置いていきます。で、一回ちょっと姉ちゃんのとこ行って帰ろう。何くれるんだろう姉ちゃん。沖縄の土産、お土産くれるんだって。え、沖縄？そう、ちょっとお仕事で行ってほしい。すごい、あれじゃないですか、チンスコ。え？本当にギフトありがとうございます。チンスコ。え、でもね、塩チンスコ大好きなの。おー、塩チンスコ本当に美味しい。チンスコかサーターアンダギー。え、食べ物限定なの？そこは。あ、ベニーモタルト。あ、じゃああれ、あれどうですか？琉球、琉球、あのグラスみたいな。あ、え、いい。めっちゃ綺麗な。え、高そう。そ、高そう、そ、そんな高いもん。あと料理好きだからあれじゃないですか、料理使えるのとか。ああ、いいね。何くれるんだろう、本当に。水族館のお土産。いや、行ってないと思う。仕事だから。あ、そっか。そっかそっかそっか。なんだろう。美味しいご飯は食べたよって言ってたけど。ソーキそば。あ、食べてた、食べてた。じゃあソーキそば、カピカピのソーキそばって感じ。なんでカピカピなの？なんで急にカピカピにしちゃったの？干さないで。持って帰ってきたからもうカピカピだよって。すぐちょうだい。それは連絡欲しい。あ、海ぶどういいね。でもなんかすごい塩辛いっていうね。うん、なんか韓国の方が ASMR って食べてるイメージ。うーん。なんかすごい勝手な偏見で申し訳ない。え、どんな音するんですか？プチプチ。
プチ。あ、そうそうそう。プチプチか。泡盛はもらっても飲めないから私に渡さないで。あ、シーサーのキーホルダー。あ、いいね。あ、いい、沖縄っぽい。うん。あ、シーサーの置物とかよくないですか。うん、でもどこに置いたらいいか分かんない。玄関。あ、いや、玄関いいじゃん。玄関。玄関しかない。むしろ。海ぶどう好き。ひかちゃんはなるちゃんと1センチしか変わら違わないの。あ、そうだね、1センチしか違わないってことみたいね。そうか、嬉しいさーん。パン、マンクルナイサーと言ってくれるだけとか。お土産しんどすぎやろ。待って、私そっちまで行くんだよ。その一言で終わらされたらさ、交通費返して。やばいやばい、そんなに暇じゃないんだ。やらなきゃいけないことあるんだ他にってなるからね。面白い。気持ちは嬉しいけどね、その気分をきっと私にね味わわせてくれようとしてるんだろうからね。嬉しいけれども、ごめん、遠慮しとく。はい、30分ということで、ちょっとランキングいきますね。面白い。ランキングも13位さん、12位いちごさん、13位ピンクカメオさん、12位えだしさん、11位しの、10位りゅうさん、9位すぬぽんさん、8位カラスのカーコさん、7位おーちゃんレミグミさん、6位ミロさん、5位ひでとさん、4位かずにさん、3位はさっぺさん、2位やす1983さん、1位どまさん、ありがとうございます。お隣はさらのんです。お隣はひかさんです。はい、皆さんありがとうございます。ありがとうございます。それではじゃんけんしましょう。せーの、そらのんじゃんけん、じゃんけんぽい。え、一緒。イエーイ。今日はチョキです。皆さん見てくださってありがとうございました。ありがとうございました。ちょっと35分になったら配信を切ろうと思います。イエイ。ショールームインスタグラム755、ツイッターぜひフォロー、いいねコメントフォローお願いします。うん、ツイッターもね解説したので、私はい、平野ひかるツイッターを解説しました。イエイ。なんか2週間前くらいに多分。皆さんぜひ私とひかさんのツイッターフォローしてください。今日もさっきちょっと上げてたから写真を。いや、今年一あざとい写真出しといたから。おお、行こう。フォローしましたって。あ、嬉しい、ありがとう。はい、かなあ。と3分くらい。他に何か言いたいこと告知はあるかな。明日、なんだっけ、23時くらいから、まあ3時か23時か23時半くらいからね、あの配信、年越し配信することを決めました。年越しじゃーん。ので、またそちらも見に来てください。ちょっと朝もね、もしかしたら配信してるかも。今年もありがとう、みんな、ありがとう。見た。すごい、なんかめちゃめちゃ引用して私のコピペして出してくれてる人がいる。いや、恥ずかしい。面白い。そうね、来年もね、もう来年とか言えるのなんか違和感ね。2000、でもそんな多分年越したってそんな変わんないんだよなと思って。うん、2022年か、わかんない。令和4年ですか。もうなんか令和になってから何年なのかな、ね、もう全然わかんない。分かんない。よし、それではね、終わろうかと思います。はい、あ、そうなんです。35分になる前に終わります。ちょっと準備あるんで。はい、ありがとうございました。皆さん見に来てくださってありがとうございました。23時からちょっとわかんないんで、すいません、ちょっと待っててください。お願いします。良いお年をって、ありがとう。またね。良いお年を。まだやると思うけど。ありがとうございました。ありがとう。良いお年を。早くない？明日言わない？良いお年を。それ、あ、良いお年を。良いお年を。
私は私は。それじゃあね、またね。